到着しました。静岡県南伊豆町青野大師ダム。山に囲まれてます。向こう岸に釣りやってる人いる。ブラックバスかな。この辺りが真ん中かな。おお、すごい。あ、サイドから出てる。でもここ前、この前行ったダムとは違ってやっぱり規模は小さいけど、ど真ん中から出てるのとそのサイドから出てる部分、どっちも出てますね。なんかちょっと可愛らしい感じ。静岡県青野大師ダム管理所、ここですね。OK。それでは道の駅に行こうと思うんですが、その前に下をちょっとね、ダムの下を見てからにしようと思います。おお、すごい。これ入れるのかな、近くまで。さっき見たらいけそうになかったけど、あ、ダメだね。近くまで行くことはできないみたいですね。今まで見てきたダムの中では本当にすごく小さい方に入るけど、でもなんか可愛らしくて味があるよね。こっちはすごいね、整備されてるんだね、下まで。綺麗。よし、それではダムカードもらいに道の駅に行きましょう。到着しました。ここが道の駅ですね。ここナンバーの、まあ、このスタンプ持ってきたらダムカードもらえるんですけど、マンホールカードももらえるそうです。よし、じゃあ行きましょうか。観光案内所いただきました。ダムカードとマンホールカード。では目的達成したので、ちょっと中見てから、帰ろうと思います。美味しい。